小山から見た境で市街地境で市は、香川県の中央部に位置する市。瀬戸内海に面し、瀬戸大橋の四国側玄関口にあたる。かつて沿岸部には、沿田も多数見られたが、沿業整理により廃止された。沿田の廃止と前後して、万能州工業地帯、林田工業地帯などが造成され、沿岸部には、工業地帯が造成された。 境出市中心部周辺の空中写真。2007年9月12日撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。地名の語源は、宇多津の田尾坂を登って出た場所。瀬戸内海に面した北部は埋め立て地、干拓地であるため平坦で標高が低い。 北東部には高松市とにまたがる丘陵、五色台があり、また南部も丘陵地帯である。市内の主な山としては、五色台、飯野山、城山、金山、小山、メス山,山、笠山、ツネ山が挙げられる。南部には、綾川の本流に府中ダムが建設され、府中湖が作られた。これ以外に、境出市を流れる主要な河川としては、 大側川が挙げられる。なお、市内には滝もある。境出市の地域には、瀬戸内海の四枠諸島に属する島諸部も含まれる。ものの、吉島や筆石島や岩黒島のように、瀬戸大橋によって、四国と結ばれた島々が、複数存在する。また、万の修行業地帯の埋め立て造成により西島と、三味島は、四国と陸続きになった。なお、小吉島、 鍋島、小瀬巨島、羽佐島、福島、三つ子島、室沖島、小裸島も境出市に属する。市街局番は市内全域が0877である。市の北西部には埋め立て地である万の州臨海工業団地が整備され、造船業や化学工業が盛んである。その東側には林田、赤は浜地区臨海工業団地が整備され、 こちらでは製造業が盛んであるとともに、物流企業が多く集積する、物流拠点としても機能している。またその他に、北東部の松ヶ浦地区には、営業メーカーが立地する。2010年の工業統計によれば、境出市の製造品出荷額等は、約7600億円である。香川県内においては2位の高松市の2倍以上、四国全体においても今治市。 西条市に次ぐ第3位の規模であり、新居浜市や四国中央市をしのぐ。内訳としては、石油製品、石炭製品製造業が約70%を占める。なお、今治市や西条市などの四国を代表する他の工業都市が平成の大合併において大規模な合併を行い、人口、経済規模を拡大させて上記の規模であるのに対し、境出市は、 合併を行っていない。万の州工業地帯社内分社化等により、各企業の敷地には、多数の企業が存在する。林田、赤は浜地区臨海工業団地その他主な市内の企業など、香川県立境出高等学校境出駅、境出市の中心駅は、境出駅である。以下の岡山の放送波も受信できる。 鎌田共済会郷土博物館境出塩祭り2014年1月13日には、井出市のご当地キャラクターとして、井出マロが選ばれた。外見は、平安時代に、佐ぬ国府の国師を務めた、菅原道真をイメージしており、手には、井出特産品の三金寺の、金時芋や、金時人参を持ち、頭には、金時みかんを乗せている。 テーマソングとして、レッツ・マロ・フレンズがある。ありがとうございます。